アルバート・ヘンリー・マンセルは、アメリカ合衆国の美術教師、画家。マンセルカラーシステムの発案者。マンセルは1858年1月6日に、マサチューセッツ州ボストンに生まれる。マサチューセッツ芸術大学に学び、1918年にブルックラインで死去した。アルバート・ヘンリー・マンセルは、色彩を数理的に精密に記述する体系である。表色系の初期の試みである。 マンセルカラーシステムを考案したことでよく知られる。マンセルは、マンセルカラーシステムに関して、A カラーノーテーション、アトラスオブザムーンセルカラーシステム、A グラマーオブカラー、アレンジメントオブストラスモアペーパーズイン、A バラエティオブプリンテッドカラーコンビネーションズ、アコーディングツーザムーンセルカラーシステムの3冊の本を表した。マンセルカラーシステムは、国際的に受諾され、 LABE6 間を含む多くの標色系の基礎となった。マンセルは1917年にマンセルカラー社を設立した。画家としては海の風景画と肖像画で知られていた。彼の息子 AEO マンセルはマンセルの死後もマンセルカラーシステムを社会に広めるよう努めた。ありがとうございます。